ラットです。です。歴史はエンターテイメント、鹿島市歴史チャンネルへようこそ。とうとうね、本能寺の変で信長さんが亡くなってしまいましたね。 天正10年6月2日、明智光秀が謀反して、京都の本能寺にいた信長を撃った、本能寺の変については、あまりにも有名ですし、光秀がどうして信長を撃ったのかという理由に関しては、それこそ100以上ものね、 説があって、日本史史上最大の謎とも言われてたりするんですけど実はこの時信長さんの嫡男だった織田信忠も光秀軍と戦って討ち死にしていたってことは知らない人も結構多かったりするんじゃないでしょうか。言えばね信長さんの方にねスポットライトがバンと当たっていたのでこちらのことに関しては知りませんでした。<laughs> <laughs> なのでね、今日はもう一つの本能寺の変って感じで、本能寺の変の時の織田信忠についてお話ししたいと思います。織田信忠、言わずと知れた信長さんの着なんで、本能寺の変があった6年前、天正4年に信長さんから家督を譲られて、織田家の後を継いでおります。本能寺の変があった天正10年6月のほんの3ヶ月ほど前に勝頼君、 武田勝頼が信長軍に追い詰められて自害してるんですが、この武田攻めの先鋒の総大将を務めたのも実は織田信忠です。この武田を滅ぼすことになった甲州攻めって、信長さんがのんびり語詰めをしている間に、信忠君がものすごい勢いで武田の城を攻め落としていったので、信長さんが出る暇がほぼないような状況で武田は滅ぼされてしまっているんですね。 武田軍というか、武田を滅ぼしたのは信長さんだとばっか思ってたけど、違ったんですよね。まあ、うん。実質的に武田勝頼を滅ぼした、追い詰めたのは織田信忠ではあったんですけど、うん、とはいえね、<ー>後ろに控える信忠 ののはやっぱ巨大なのでね武田を滅ぼしたのが信長さんだっていいいいう認識ででも別に間違いではないと思いますただね、この頃、小田軍の戦闘では、信忠が総大将として軍を率いることが多くなっていて、その武勇というのは、家臣たちの間でも相当認められていたんだよってことは知っておいていただけたらと思います。じゃあね、息子の信忠に、小田家の家督と岐阜城を譲った信長さんが、この頃何をしていたのかっていうと、例の。 壮麗巨大な安土城に住んで、天下不武への総仕上げにかかろうとしていたんですね。おそらく、織田家のことや東国のことは、岐阜城を譲った信忠に任せて、自分は安土城にいて、西の毛利や四国の長我壁なんかに対処しようって考えだったんだと思います。早いうちにね、息子に社長の座を譲って、自分は会長として、いろいろ息子に教えながら、スムースに世代交代ができるように、まあ、信長さんなりにいろいろ考えてのことだったんじゃないでしょう。 実際ね、今川義元と叔父真とか、武田信玄と勝頼とか、父親の旧死で引き継ぎがうまくいかなくて滅びちゃったっていう例もね、結構ありましたからね。信長さんとしては自分のところはそうさせないっていうつもりだったんでしょうね。でも本能寺でね、死んじゃうのよね。うん、そうなんですよね。うん、まあ、さすがの信長さんも自分の式までは予想できなかった。第六天満王もその点では普通の人間だったってことですかね。 でもってね、武田締めの戦後処理が終わった5月14日、織田信忠は安土城に凱旋してやってきます。翌日の15日には徳川家康、穴山梅雪なんかも安土城にやってきて、信長さんの熱烈大歓迎を受けております。その後、信忠は家康さんとか穴山梅雪さんとかと一緒に京都に行って、本当だったら21日に2人と一緒に境まで行って、 で、井を案内するっていう予定だったんですよ。ところがこの日、信長さんが京都にやってくるっていう知らせを受けたもんで、急遽予定を変更するんです。父親が来るみたいなんです,すいませんが、お二人だけで堺に行ってもらえますかって言って、家屋さんと姉山梅雪にそう言って、自分は京都に残って、父親の出迎えをすることにしたんです。それが、悲劇の始まりとも知らず。じゃあこの時に、 一緒に境に行っていたら、信忠くんは死ななくて済んだかもしれないってことうん。歴史にね、異譜、もしもはないんでね、考えてみてもせんのないことではあるんですが、でもそれでもね、もし信忠くんが家康さんたちと一緒に境に行ってたら、ワンチャン生き残ってた可能性もね、あったかもしれないんでね。そうなったらね、小田和幕府ができて、家康さんがここ側幕府を作るってことがなかったかもしれないですけどね。うんうんうん。 ともあれ、今日に残った信忠くんは5月29日、上洛してきた信長さんを出迎えます。天正10年の5月ってね、29日までなんで、翌日は6月1日ってなるんですね。で、信忠くんは京都では妙覚寺っていうところを宿所にしてたんですけど、6月1日はお父さんが京都にやってきたってことで、信長さんの泊まっている本能寺にまで出かけていって、夜遅くまで親子で、 話し込んだそうなんです。この日はね、珍しく信長さんが優しくてね、昔のことをいろいろ思い出話なんかでね、してるうちに遅くなっちゃったと言いますから、やっぱなんか予感みたいなものがあったんですかね。夜も遅くなって、ようやく信忠くんは宿所の明覚寺に戻ったんですが、その夜のまだ明けやらぬ日の出前、1万を超える明智光秀の軍が本能寺を襲ったのでありました。 その時、信忠くんが本能寺に泊まっていたら、信長さんと一緒に殺されてしまったかもしれない。 そうですね。<ー>そうかもしれませんね。うん、なので、ここでは信忠くんは危うくなを逃れたわけなんですが、でも、明智光秀が謀反をして本能寺を襲ったっていう知らせを受けると、すぐさま父親を救援するために本能寺へと向かうんですね。うん、ところがその途中、もはや信長様は打たれ、本能寺は火に包まれておりますっていう報告を聞いて、では、牢城して敵と戦うとなれば、明覚寺よりより堅固な二条御所の方がいい、 っていうふうに判断して、二条御所へと目的地を変更するんですね。実はね、この二条御所って、元も々ともとは京都で、信長さんが自分が泊まる屋敷として、厚地町の築城と同時に建設が始まって、天正五年に完成していたものなんですね。この二条城にはね、なんとかつて信長さんを裏切って、平雲の茶釜とともに爆死した松永壇城。まあ本当は爆死はしてないんですけど、この松永久秀の多門城っていうね、すごい有名な立派なお城があるんですけど、その御殿をね、移築して、 さらには、天守閣まで作るとかっていう予定だったらしいんですけど、途中でね、信長さんがこの御所を、大木町天皇の第一王子の佐根親王皇にプレゼントするってことにしたんで、天守閣までは作られなかったようです。なのでね、この天正10年、本能寺の変が起きたこの時の二条御所は、佐根親王皇のお家だったんですね。うん、そこへ、織田信忠が手勢を率いて乗り込んできたもんで、佐根親王皇は同転して、まあ、まあ、マ文も自害すべきであろうかって、信忠くんに聞いたんですね。どういうことかっていうと、 この頃の信長さんって自分がバックアップして佐根人新郎を即位させてその背後で朝廷すら牛耳ってやろうっていう構想をどうやら持っていたみたいで安土城にはそのための即位の間みたいなものまで作っていたらしいんですよこの佐根人新の息子っていうのが信長さんの勇士になってたんですね勇士っていうのは以前も言ったみたいに相続権のな養子みたいなもんですねなので信長さんは佐根人新がダメでもこの勇士の方を新しい天皇にしようと 考えていたとも言われていて、どっちにしても、サネヒト新郎にしたら、これだけ、信長さんの秘語を受けている自分なんでね、一緒に死ぬべきなのかなって思ったっていうことなんですよ。が、信忠くんは、サネヒト新郎が死ぬには及びませんよって答えて、おまけにね、明智光秀と交渉して、サネヒト新郎とその家族とか老党だけは、二条御所から外へ逃がしてるんですね。この時、明智光秀も、サネヒト新郎を逃がすことはオーケーしたんですけど、ただね、逃げる時に誰も腰に乗ってはならんって,命じて、名実。 んでサネの一行は歩いて二条御所から逃げたと言われておりますというのをね、光秀にしたら、ずらずらずらってたくさん残しとかに乗って逃げられたら、その中に、織田信忠がマジって一緒に逃げるかもしれないって危惧してのことだったんですが、でも、信忠君にしたらね、この時もう討ち死にを覚悟していたので、本当はね、逃げる心配なんかはなかったんですけどね。 そもそもね、6月2日の未明に本能寺を襲った明智軍っていうのは、信長さんの死体が見つけられずにいて、結構もたもたしてたんで、二条御所にこもった小田信忠の方に対応したのはかなり時間が経ってからだったんですね。それでね、信忠くんの家臣が、今日から逃げて安土城に戻って兵を集め、それから光秀を撃ってはいかがでしょうかって進言したんですが、信忠くんは、いや、これほどの謀反を企てるからには光秀はすでに今日の出口も抑えているだろう。 逃亡して名もなき増兵の手にかかって不名誉な死に様はさらしたくないって、安土へ逃げるという信言を却下しちゃったんですね。でもね、実はこの時、光秀の方では、今日の出入口の封鎖までは手が回っていなかったので、もしここで信忠君が安土城に逃げるっていう選択をしていたら、生き残れてた可能性は結構あったんですよ。まあでもね、英雄たちの選択みたいなね。うーん。<laughs> そうね。まさにどっちを選ぶかで、生死が分かれるっていう選択が次から次へとこの日ね、信忠くんには迫っていたんですが、ただね、ここで、この最後の選択で信忠くんが残って戦うっていう方を選んだことから、信忠くんの死は決定してしまうんですね。 多分ね、信忠君ってほんの3ヶ月ほど前に武田の勝頼のね、死を目撃してるじゃないですか。うん、神父城にこもって内死にする道っていうのもあったのに逃げちゃって。そのせいで惨めに打ち取られてしまった武田勝頼のことが、ひょっとしたらこの時、信忠君の脳裏によぎったんじゃないでしょうかね。勝頼みたいに逃亡の果てに惨めな最後を迎えるよりは華々しく戦って内地にした方がいいって思っちゃったんでしょうかね。 ともあれ、二条五所に籠もった信忠側には、鉄砲は愚か、まともな甲冑すらない状態だったんですが、それでも大将の信忠はじめ残った連中は、討ち死に覚悟のものばかりだったので、わずか五六百人だったとはいえ、一万人以上もいる完全武装のね、明智軍を相手に一歩も引かなかったと言います。が、 明智軍は二条御所の横にあった、この絵久の屋敷の屋根の上に登って、その屋根の上からやや鉄砲を打ちかけてきたもんだから、信忠の方では味方が次々にやられていってしまって、ついには明智軍の御所への侵入を許してしまいます。これを見た信忠は、もはやこれまでか、と覚悟を決めまして、自分が腹を切ったら床板を外して、死体を床下に隠せ。 と言い残すや自らの腹を十文字に書き切って生き絶えたんでございます。ということでね明智軍では信長さんの遺体だけでなく信忠君の遺体も実は見つけられなかったんですよね。別に親子でそのことを決めてるわけでもないのにね。やっぱり誇り高いってところが見てたうん,うん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 。 そういえばね、信長さんって安家っていうね、肌の黒い異国人。多分、アフリカのモザンビークあたりの人じゃないのかって言われてるんですけど、うん、信長さんはそのね、宣教師が連れてきた黒い肌の異国人をむちゃくちゃ気に入って、安家って名付けて、家臣にしてたんですけど、この安家君がね、本能寺で信長様が撃たれたって聞いて、信忠君の立てこもる二条城に駆けつけてきて、一緒に戦ってるんですよ。うん、でこの安家君は二条城の戦いでは生き残って、それで明智軍に捕まえられちゃうんですけど、 命は助けられて宣教師のもとに返されているんですね。 あのね、この、信忠くんの二条城の戦いって、本能寺に駆けつけようとして間に合わなかった連中とかが結構たくさん集まってきていて、二条城の戦いにも間に合わなかったものは、追い払を切ったりもしてるんですよね。だから、信長さんも信忠君もなんだかんだ言って家臣にね、結構慕われていたのかなと思います。だってね、信忠くんと一緒に二条御所で打ち死にした人たちの中には、もちろんね、終わりからの普代の家臣っていうのもいるんですけど、美濃とかね、それ以外の戸山出身の家臣たちも大勢いた。 だからこの人なら一緒に死んでもいいって思われていた信忠君っていうのはかなり総大将としてパパの方はなんかこう一人で誰も信じずっていうような感じで家来のことも信じずっていうのもあったのかもしれないんだけど信忠君の方はすごく慕われてる部分が今のお話聞いて分かったのでなんかちょっと良かったなって思いました今聞いて。<laughs> ということでね、今日は本能寺の変の時、信長さんの息子の信忠くんも、二条五所で華々しく戦って、内死にしていたんですよ、というお話をしてみました。この、うん、動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンを、暑い中ですけれども、ポチッと、そんなにお手間は取らせません。ぜひぜひポチッと、よろしくお願いいたします。暑い中ですが、ツイッターの方もよろしくお願いいたします。暑 <laughs> いですけど、切り抜きショートもやってますんで、よかったらよろしくお願いします。 ではまた次の動画でお目にかかりましょう。よく考えたら明智光秀が三日天下って言うけど三日もあってんからその間に他にドラマ多分いっぱいあったやろね。んか私のイメージでは本能で焼いてあたりうって逃げてやって追いかけられてなんかそこらへんのね農民の人に殺されたイメージがあねんけど。<laughs> まあ青筋ではそうですね。すね<笑><笑>間違ってはいないけどね。今その間になんかどっかに命令したりとかなんかいろいろ三日間あってんかなんかやってるんやなっていうのがちょっと今回のでわかり。ます <laughs> その辺はまだねもっと詳しくやろうかなと思ってるんです。もう十一日やったんだよね十一日。十一 <laughs> <laughs> 日のそのなかこう三日、ね、秀十一日みたいな。<laughs> についてじゃないけどね。なんかその間、11日間ね、どんなことがあったのかは、またちょっと詳しくやってみようかなと思っています。あのー、実はね、この二条城の戦いで、信長さんの五男の五坊丸。 っていうのを。覚えてるかな岩村城のおつやさんっていう人いたじゃないですか。信長さんのおばさんで逆さ張り付けなあ<ー>、うん。あの人がね、岩村城の後をね、女上司子として継ぐ時に、信長さんのご男のごぼう丸を養子にして、それで後継がせて後人になってっていう形だったんだけど、ほら、武田の秋山虎ちが入ってきて、おつや様を妻にしたっていうことになったんで、裏切ったってことになったんだけど、その時ね、ごぼう丸っていうのが人質として甲府へ送られてるんですよ。 天正9年に、勝頼くんがほら、信長さんと同盟結ぼうとしたっていう話を何度かしたと思うんですけど、うん、その同盟結びたいっていうことなんで、その証にっていうんで、人質にしてた、甲府にいたこの五坊丸君を信長さんに返還してるんですよ。うん、で、返還された五坊丸っていうのは、その後ね、武田攻めにも参加してたんですけど、この二条五所の戦いでも、いわゆるお兄さんの信忠と一緒に戦って、うち死にしてるんですよね。 この頃は五坊丸じゃなくてすでにね、元服して、織田信房とか、あるいは織田勝長とかって言われたりするんですけどね、案外知られてないんですけど、実は五男の彼も一緒に戦って死んでたんですよっていうことは、ちょっとね、付け加えておこうかと思います。なんで今後、信忠とさっきの五男の五坊丸もスポットライト、桐生さん当ててあげてください, <laughs> いや。私にはそんな力はないですけどね。<laughs> そういうの。<は>ちょっとね、<や>信長さんばっかり。ここ <laughs> 本能寺って言うと、野村さんばっかりにスポットライトが浴びるんでね、小沢さんもその辺はね、ちょっと考えてるんでしょうけど、五男もいたのよ、みたいな感じでね、ちょっと気にしてあげてください、みたいな感じのお話でございました。